皆さんはトルネード投法という投げ方を知っていますか？このトルネード投法で日本、世界を魅了し、日本人メジャーリーガーのパイオニアとなった野茂英雄。当時は大リーグで通用するわけがない、日本プロ野球を捨てた裏切り者と批判された中でのメジャー挑戦。帰る道のない片道切符を持ち、それでも野茂は自身の意思を貫き通し、日本ではメジャーに挑戦することなどまだ誰も考えられなかった時代に多くの功績を残しました。今回は野茂英雄の野球人生を振り返ります。大阪府で育った野茂は中学校時代は無名の選手であったが、体をひねって投げるとストレートの威力が増すことを理解し、後のトルネード投法の原型を築き上げていた。高校進学は名門野球部を目指していたが、全て不合格となり、大阪府立成城工業高校に進学する。高校2年からエースとなり、2年夏の大阪予選では完全試合を達成した。3年の時にはベスト16に進出するも、甲子園出場はかなわなかった。高校卒業時、すでにプロからの誘いがあったが、新日本製鉄栄へ入社し、硬式野球部で社会人野球の道を歩み始めた。社会人1年目に野茂の代名詞とも呼ばれるフォークボールを習得。2年目には都市対抗野球に導き、日本代表にも選ばれた。1988年のソウルオリンピックでは古田敦也とバッテリーを組み、銀メダル獲得に貢献した。オリンピックで活躍した野茂はドラフト会議で注目され、何球団から入札があるのか当時は話題になった。結局このドラフトでは8球団が入札することに。抽選の結果、近鉄が交渉権を獲得する。推定契約金は史上初の1億円台となる1億2000万円。また野茂は投球フォームを変えないことを入団の条件として提示しており、仰木監督はこれを承諾し入団に至った。1年目、1990年4月にプロ初先発すると、この試合は6回5失点で負け投手となった。4月29日のオリックス戦、野茂は新人とは思えない快投を見せる。立ち上がりから得意のフォークで三振の山を築くと、6回には強打者である門田をストレートで三振に取る。この時点で10奪三振、このあと7個の三振を奪い、当時の日本タイ記録となる17奪三振を記録した。特に9回は全て三振という回答を披露しました。その年の成績は18勝8敗、防御率 2.91、287奪三振。新人ながら投手4冠を独占、MVP にも輝いた。奪三振に関しては、1試合あたり 10.99 奪三振の記録を見せ、今までの記録を次々に更新することに。1991年には自身の記録を塗り替える。6試合連続2桁奪三振を記録、17勝し、最多勝に輝いている。同年のオールスター戦では先発で出場し、3イニングを投げ6奪三振を記録。その後のシーズンでも奪三振を重ねた野茂は、史上初の4年連続最多勝、最多奪三振のタイトルを獲得した。しかし1994年は右肩痛で試合に出れない日が続き、最多勝と最多奪三振の連続記録が途切れた。また1993年から近鉄の監督を務めた鈴木啓司との確執があったとされている。その理由は近鉄への入団条件に投球フォームを変えないことを提示していたが、鈴木は自身が300勝投手ということもあり、野茂のフォームを調整しようと指導したからであった。
1994年の契約更改では、怪我を理由に最終的にのもう任意引退扱いとした。任意引退とは、日本では近鉄としか契約ができないというもので、それが嫌なら引退してくださいというものでした。当時の任意引退の制度では、海外の球団との交渉は禁止されていなかったため、野茂はメジャーリーグ移籍を決断した。翌年2月にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶ。年俸は推定1億4000万から980万円と大幅に下がったが、野茂は新たな野球人生を歩み始めた。しかし、野茂のメジャーリーグ挑戦に対して批判もあり、大リーグで通用するわけがない、日本プロ野球を捨てた裏切り者と批判が相次ぎ、応援する者は当時ほとんどいなかった。そんな中、マイナーからメジャー昇格を勝ち取り、1995年メジャーデビュー戦では5回を投げ1安打無失点7奪三振と、勝敗はつかなかったが見事なデビュー戦となった。7試合目の登板となった6月のメッツ戦、8回2安打1失点と圧巻の内容で初勝利を挙げる。その後、球団新人最多の1試合16奪三振を記録し、日本人メジャーリーガー初の完封勝利を記録している。そしてオールスター戦にも出場し、2イニングを1安打無失点の好投。ちなみに、この時相手の先発はレジェンドランディ・ジョンソンでした。この年の成績は13勝6敗防御率 2.56 の好成績でした。野茂はメジャー1年目で新人王と最多奪三振のタイトルを獲得しました。契約を延長した2年目、ノーヒットノーランを達成。打者が有利とも言われるクアーズフィールドでの偉業であった。この偉業は完全試合にも匹敵すると報道したメディアもありました。2年目の成績は16勝を挙げ、防御率 3.19 とチームに貢献。3年目は当時のメジャー最速記録となる500奪三振を記録しているが、アクシデントもあり、成績は14勝12敗、防御率 4.25 と前年を下回る成績となった。同年オフには怪我の影響もあり、右肘の手術を行っています。メジャー4年目、自己最多となる7連続三振を奪うなど活躍したが、シーズン途中成績が振るわず、メッツに移籍することになるが、最終的な成績は6勝12敗防御率 4.92 と振るわない結果となった。4年目は手術明けもあり、成績が低迷していたのもですが、5年目はブルワーズの一員として奮闘、チーム最多の12勝を挙げた。このシーズン、メジャー通算1000奪三振を147試合で達成した。そしてメジャー7年目の2000年にレッドソックスの一員としてプレー。メジャー2度目のノーヒットノーランを達成した。このノーヒットノーランで両リーグでの達成者となり、これは史上4人目の快挙となった。最終的に13勝10敗220奪三振を記録し、自身2度目の最多奪三振を記録した。その後ドジャースに移籍、メジャー通算100勝を挙げるなど活躍したが、肩の怪我もあり、2004年から徐々に成績が振るわず、2008年に現役引退を表明した。今では日本人メジャーリーガーは多くいるが、それは野茂英雄が批判されながらも、日本人の実力を示してくれたからではないだろうか。現在、野茂英雄さんは野球関係の仕事をこなすなど、多方面で活躍されています。